続いては今日のスーパー特報です。あの高級な味を思う存分楽しめる贅沢食べ放題を探してきました。トロにウニの高級寿司にステーキしゃぶしゃぶのお肉三昧、進化する食べ放題必見ですよ。おいしい。お寿司にカニに中華、幸せ食べ放題をえりすぐり。厳選食べ放題、まずこちらから。 JR 大塚駅から徒歩2分ほどの場所にあるお店、刺身屋おつね。週末ともなると家族連れでにぎわいます。その店内では、お寿司上がりました。次から次へと大皿に乗せられたお寿司がテーブルに。見るとこちらでは中トロ4貫にサーモン、赤貝などを合わせて21貫。いらっしゃい。そしてたっぷりのイクラが盛り付けられ運ばれたのは、ウニにイクラのてんこ盛り。そんな贅沢ネタがこのお店ではなんと食べ放題でいただけるんです。しかもマグロにウニ、イクラなど高級寿司43種類が全部食べ放題。こちらの6人家族も豪華なお寿司の盛り合わせをいただいていました。マグロ大好きだからやっぱり。とインタビューしている間にもお子さんの手が次から次へと伸びて、お皿はあっという間にこの通り。お昼抜いてきた、はいはい、お昼ほぼ人気で先に食べさせて高いものするとお母さん、紙に何やら記入。見ると赤身4、中トロ6の文字。すると数分後、マグロのおかわりが大きなお皿で運ばれ、やっとお母さんたちもマグロにありつけました。絶対鮮度いい。マッチシ。マッチシ。お寿司はすべて職人さんが注文に応じて握るため、出来たての高級寿司が思う存分楽しめるんです。こちらの奥様たちはまずマグロや赤貝など11貫を注文し、その後中トロやウニなど9貫をおかわり。やはり人気は中トロ。この中トロ、なんと炙りでも注文することができるんです。こちらではその中トロの炙りをパクリ。贅沢ですよね。赤身と中トロは贅沢にも本マグロを使用。職人が注文ごとに握る本マグロ、ご覧ください。この脂の乗った中トロ、一口食べれば上品な味わいが口いっぱいに広がります。しっとりとした旨味のある脂がスーッととろけていきました。これだけの中トロが食べ放題ですよ。信じられないですね。他にも全43ネタの食べ放題メニューには、サーモン、甘エビ、ネギトロなど定番メニューはもちろん、プリップリのイクラ、濃厚な味わいのウニ、赤貝、粒貝、生ホタテの貝類など豪華なメニューが揃います。おいしいです。もちろんその味へのこだわりも相当なもので、ここで魚が泳いでますよ。なんとアジやタイの握りはこの水槽から出されたばかりの新鮮なネタを使用しているんです。さばかれたタイは新鮮なうちに湯引き、氷水で締められタイはプリップリの仕上がりに。こんなこだわりの一品が食べ放題、これは確かにお得。1日に500貫以上出ることもあるというこの食べ放題。取材中カウンターでは本マグロに
ウニにイクラと、板前さんが豪華なお寿司を握り続けていました。1時間で何貫ぐらい握るんですかね。あんまり数えたことないですけど、どうなんですかね。100貫ぐらいだったね。僕は軽くいけますね、多分いってますね。一体お店では食べ放題に挑む上でどれほどの準備をしているのか、開店前お店を訪ねてみると、店長、この日もこの大きな本マグロを用意。一日にこのマグロの柵およそ半分は使い切ってしまうのだとか。さらにこの日ウニはおよそ100貫分5箱を用意。数がバッと同じものが来るというような感じでやられると、品物が薄くなるとちょっと困ります。といっても運ばれるお皿はやっぱりイクラにウニ、マグロが。結局この日マグロだけで100貫余りの注文が。さらにこの食べ放題、こんな豪華なお刺身の盛り合わせや、各種焼き鳥、塩辛、カニ味噌、ふぐ皮ポン酢など豪華和食メニューも食べ放題なんです。おいしいです。43種のお寿司に和食やお刺身など56品目、合わせておよそ100品目、いくら食べても女性2780円。さらに小学生は980円、小学生未満は無料。これはお得。刺身や魚津菜の食べ放題メニューは家族が笑顔になること間違いなしの幸せ食べ放題でした。